今回は日本ミツバチの分法について基礎知識を10問出題します。週末予報チャンネルをよく見てくださっている方ならこれはわかる問題かなと思います。これはちょっと難しいかなと思います。さっきちょっと解説してしまったのでこれはわかるかもしれないですね。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。先日週末予報のツイッターと YouTube の投稿で日本ミツバチの捕獲に関するクイズをいくつか出したところ、とても好評をいただいたので動画にすることにしました。日本ミツバチの捕獲に必要な知識をたくさん集めましたので、これから日本ミツバチを捕まえて飼育したいという方にはぜひ見ていただきたい内容です。ツイッターや YouTube の投稿で回答してくださった方にもまた楽しんでいただけるように問題の内容を少しひねりましたので、ぜひ最後まで見ていってください。それではスタート。今回は日本ミツバチの分法について基礎知識を10問出題します。問題にはイエスかノーで答えてください。では早速いきましょう。まず第1問です。日本ミツバチは春に巣分かれ分蜂をしますが、一つの群れが1年に分蜂する回数は1回である。はい、それではシンキングタイムスタートです。さあ、日本ミツバチは何回分蜂するのでしょうか。1回か、あとまたそれ以上か。はい、正解は×です。分蜂の回数は群れの大きさや環境にもよって異なるのですが、平均で一群れだいたい 3,4 回分蜂します。2020年に週末予報チャンネルで3つの群れの分蜂に密着した時はなんと合計14回分蜂しました。その様子を紹介した動画もあるのでぜひ概要欄から見てみてください。反対に弱い群れはなかなか分蜂しなかったり極端に回数が少ないこともあります。はい、続いて第2問です。日本ミツバチの分蜂が始まる時期の目安は、九州は4月の上旬、関東は4月の下旬である。丸か×か。はい、シンキングタイムです。はい、正解は×です。日本ミツバチの分蜂時期は九州では3月中旬、関東では3月の末頃から始まるんです。日本ミツバチを捕獲するには分蜂の時期を逃さないことが重要になってきます。分蜂時期は毎年多少前後しますので、週末予報が運営している分蜂マップというアプリをぜひ使ってみてください。分蜂マップでは全国各地から寄せられる分蜂の報告を見ることができます。概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひチェックしてみてください。はい、続いて第3問です。分蜂は涼しい日に起こることが多く、よく晴れた日や20度以上気温がある日は分蜂が起こりづらい。丸か×か。さあ、シンキングタイムです。日本ミツバチは涼しいのが好きなのか暖かいのが好きなのか、どっちでしょうか。はい、正解は×です。日本ミツバチの分蜂はよく晴れた気温が高い日に起こることが多いです。気温が低い日や雨の日は分蜂が起こりづらいんですね。このため暖かい日のお昼前後は特に注意して群れを観察するようにしましょう。はい、続いて第4問です。日本ミツバチは外敵を避けるため夜間に分蜂する。丸か×か。はい、シンキングタイムです。日本ミツバチは夜に分蜂するのか昼間に分蜂するのか、さっきちょっと解説してしまったのでこれはわかるかもしれないですね。はい、正解は×です。日本ミツバチが夜間に分蜂することはありません。先ほども言いましたが暖かい日中に分蜂します。ですが日中に分蜂した群れがその日のうちに新しい引っ越し先を決められず、蜂球の状態のまま夜を越すことはあります。夜中に飛び去ることはなく蜂球の状態のままじっとしています。
そして日が昇って暖かくなってから飛び去ります。はい、続いて第5問です。ニホンミツバチは遠くで子孫を残すため、分蜂時には直線で10キロ以上離れたところに移動することが多い。丸か×か。はい、シンキングタイムです。いや、分蜂の時はどのくらい移動するんでしょうか。これはちょっと難しいかなと思います。10キロ以上飛んでいくのか行かないのか。はい、シンキングタイム終了です。正解は×です。はい、×なんです。ニホンミツバチは意外と近い範囲に巣を作ることが多いんです。元の巣から数百メートル以内が多いようです。数十メートル先に引っ越したなんていうことも珍しくはありません。以前にこのチャンネルで分蜂群れを追いかけたことがありましたが、200メートルほど先に引っ越していきました。この他にも追いかけたことがあるんですが、その時は追いつくのがやっとなくらいのスピードで飛んでいったんですが、300メートルほど離れたところに引っ越していきました。はい、続いては第6問です。ニホンミツバチが巣別れ、分蜂をするときは女王蜂1匹と群れの約半数の働き蜂が新しい引っ越し先へ旅立っていく。丸か×か。さあ、シンキングタイムです。はい、週末予報チャンネルをよく見てくださっている方ならこれはわかる問題かなと思います。はい、シンキングタイム終了です。正解は丸です。はい、これは丸ですね。ニホンミツバチの女王蜂は群れの約半数の働き蜂も連れて一緒に旅立っていきます。分蜂の時は何千匹ものミツバチがものすごい羽音を立てながら飛んでいくんです。はい、それでは第7問です。ニホンミツバチが分蜂する時に元の巣を出ていく女王蜂は直近に生まれた女王蜂である。丸か×か。はい、シンキングタイムです。もともといた女王蜂が出ていくのか、それとも一番最近生まれたての女王蜂が出ていくのか、どちらでしょうか。はい、正解は×です。シーズン最初の分蜂ではお母さんの女王蜂が巣を出ていって、2回目3回目の分蜂となると先に生まれたお姉さんの女王蜂が出ていくんです。後に生まれてきた妹の女王蜂にこれまで営巣してきた巣を残してあげるんですね。女王蜂の寿命は3年ほどなんですが、うまくいけば女王蜂の世代交代を繰り返して何年も同じ場所でニホンミツバチを飼育し続けることもできるんです。はい、続いては第8問です。一つの群れの分蜂が始まって2ヶ月経つと、もうその群れでは分蜂は起こらない。丸か×か。分蜂が始まって2ヶ月経ったらもう分蜂は起こらないのか、どうでしょうか。正解は×です。春先から起こり始めた分蜂は6月頃には数は減りますが、お盆前くらいまでは分蜂することがあるので捕獲のチャンスもあるんです。なので春の分蜂シーズンが終わったからといってもう捕獲のチャンスが一切ないというわけではないんですね。週末予報が提供している分蜂マップにもお盆の時期くらいまでは毎日分蜂の報告が上がっているんです。はい、続いて第9問です。ある群れが4月の1日に分蜂しました。女王蜂の育成には15日ほどかかるので、次の分蜂は4月の15日以降になる。丸か×か。はい、シンキングタイムスタートです。この問題はですね、ちょっと難しいかもしれません。さあ、わかるでしょうか。どうかな。はい、シンキングタイム終了です。正解は×なんです。はい、×でした。この問題は Twitter や YouTube の投稿の中で一番正答率が低かった問題です。1回分蜂が起こると連続で起きるんです。
2日連続で起こったり、1週間のうちに5回分蜂したりなど、群れの状況と天候によっては分蜂が立て続けに起こるんです。一番最初の分蜂から2週間ほど経つと、ピタッと分蜂が起こらなくなります。これは最初に出ていったお母さん女王蜂の娘の女王蜂たちが全て羽化するからです。2020年に週末予報上の3群れの分蜂に密着した動画もあるので、ぜひ概要欄から見てみてください。はい、それでは10問目最後の問題です。西洋ミツバチの分蜂群れが日本ミツバチ用に設置した巣箱に入って巣を作ることがある、丸か×か。はい、シンキングタイムです。日本ミツバチを捕獲しようと思って置いといた待ち箱に西洋ミツバチが入ることがあるのでしょうか、ないのでしょうか。はい、シンキングタイム終了です。正解は丸です。はい、西洋ミツバチが入ることもあるんですね。日本では西洋ミツバチは野生化していなくて、自由に分蜂ができないようにしっかり管理されています。ですが、意図せずに分蜂してしまって、気がついたら日本ミツバチ用に用意した巣箱の中に西洋ミツバチが住んでいた、なんていうこともあるんです。はい、以上が日本ミツバチの分蜂に関する基礎知識10問でした。皆さんの成績はいかがでしたでしょうか。 Twitter と YouTube の投稿でクイズを出した時の平均点は80点でした。1問10点なので8割正解ということですね。結構高いですよね。2択の問題なので8割以上、欲を言えば9割以上は正解しておきたいところです。7問正解以下の方はもう少し知識をつけておきたいところですね。週末予報チャンネルではこれからの分蜂時期に向けて日本ミツバチの捕獲のコツをどんどん発信していくので、ぜひそれを見て一緒に準備をしていきましょう。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も今回のような日本ミツバチの捕獲に関するクイズを動画にして出したいと思いますので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が良かった、参考になったという方は高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。